合田松之進より国境の里を占拠した盗賊の始末が言い渡された。対局とは関わりないものの、民が苦しんでいるのを見過ごすわけにはいかぬ。また他国とのいらぬ火種になるとも限らない。内事のために働くもまた任務の一つである。何者だ。
Thank you.